皆さんこんにちは、横田慎一です。今回はボール界の巨匠中の巨匠です、ロック石井さんの家にお邪魔しております。よろしくお願いします。巨匠じゃないですけどね、いや、まあ、長くゴルフボールには携わったかなっていうぐらいです。いや、もう僕らはもうプロゴルフ界のもう会場ではロックさんはたまにアメリカから来てプリンストのボールとかね、ナイキのボールとか、もう本拠地はアメリカですから、でタイガーのボールだったりそういったものを作ってたということです。今日はちょっと思い出のと言いますか、ちょっといろいろ、ね、品物あります。すごい品の数々が、タイガーその中に多分タイガーのプロフェッショナル、はい、これ一番左かな、うん、この段の左かな、はい、これはタイガーの昔の糸巻きですよね。キャープロフェッショナル90、はいはいはい、自分の認識では、うん、その当時タイトリストのボールは90と100っていうのを、うん、はい、あのもうバラバラに、はい、なんていうかスタンプが違うだけでコンプレッションのばらつきが非常に大きかったと。あ、そうなんですか。実際計測しても90の方が100より硬いとかいうのはよくあって、あ、ただツアーに出してたボールはきちっと選別される、特にタイガーに出してたボールはきちっと選ばれてたと。あ、そうなんですか。それでもやっぱり糸巻きっていうのはあの安定しにくいし作るのも難しいし、なるほど、だからコンプレッションのすごい狭い幅で揃えるっていうのは難しい、あ、そうなんですね。よくね、黒、ラージの黒使ってるとかね、プロは。あれがだからドライバーで3500回転、はい、打ち出し8度みたいなの時代だったわけですよ。なるほど。で、タイガーに最初ボール持ってって、スピードボール持ってって、はい、スピンが2500回転、10度ぐらいになったら、はい、ボールが競り上がらない。うん、あのドライバー、まあ、ロングアイアンも、うんうん。それはダメだと。おお。で、それを説明する、それは逆に、いい弾道じゃないんだっていうのを説明するだけで数ヶ月資料を作って、打撃ロボットでその2つの弾道を比べて、でその飛距離をデータに出して、でそういうデータを見せて、で最初だからブッチ・ハーモンとタイガーがテストしてて、ブッチがこっちもロック、俺たちは何をやるか分かってるから、あのお前はこう口出さなくていいって言われた、最初のセッションをね、って言われたんだけど、まあそれはちゃんと説明しなきゃっていうんで、データを次作ってって、はい、で映像の資料を持ってって、はい、でそしたら3回目ぐらいに、はい、3回目ぐらいのセッションにタイガーが、うん、お前がこの間ロック、お前がこの間言ったことを、はい、分かった、はいはいはい、確かにそう言ったのはこういうことだなみたいな会話が始まって、はいはいはい、そこからこう理解を深めてってもらったというか、はいはい、その1000回転違うってことがどれだけメリットがあるか、ね、今時代もありました、ね、今ではね3500もいっちゃったら本当、ね、ただの吹き上がりボール でその頃は2000年ちょっと前ぐらいは、はい、あのスピンをトラックマンとか、うん、あの GC クワットみたいなああいうラウンチモニターっていうのもなかったんで、はい、各メーカーが持ってるもの、ブリヂストンが持った開発用の装置を持ち込んで、はいはい、それで測って、だから選手もタイガーもスピンっていうのをあの把握してなかった。あ、打ち出し角とスピンがこうずれるとこんな球が出るなんていうね。確かにトラックマンで出したのってそうですよね。90年の後半ぐらいからちょぼちょぼ出てきたんですよね。こんな太っちょのまだトラックマンで、ね、うん、1000万ぐらいするトラックマンでしたよ ね、 そうですね。開発の段階で少し携わったけど、携わってかあのプロトタイプとかを、ね、持ってきてくれたけど、はい、ね、今じゃね皆さん持ってますから ね、うん、数々のサインがたくさんありますけど、これ誰なんですか。そうですかね、分かるのあります。それどちらかというとあの、はい、ブリヂストンの時代のニック・ファルドさんですね。ファルド、うん、ニック・ファルドさんが有名だったの。めちゃくちゃいい人だったな。まだ糸巻きの時代だったレックスター、懐かしい、うん、全部のボールを、はい、外形をご自分で、うん、プライスさん、あのファルドさん自身がね、うん、リージャンセン、おリージャンセン同じ年で、US オープンそこで2勝してるんですよ、プリセプトのボールで。プライスさんはね、プライスさんは今でもお付き合いがあるけど素晴らしい方です。プライスさん、ね、みんな素晴らしい選手ね、素晴らしい方だけど、これはそれディバルじゃん。ディバル、うん、ディバル、これはブリヂストンの帽子かぶってる。ブリヂストン、あ、スチュアートアップルビーですね。あ、
ハウルメイプルビー。でもプライスさんですね。プライスさんだ。でこれ DD は DD だね。それサイン入ってるんじゃないか。デビッド・ディファール。上にあるの トレバー・イメルマン。あ、イメルマン。深堀圭ちゃんがいますね。あ、深堀さん。本当だ。いる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 。このそれ誰だ。これは誰だ。何ですかね。誰だ。後ろに名前書いてないですか。真後ろに書いてないな。書いてないね。誰だ。なのもありますね、うん、あとは何だろう、この辺はナイキの歴代のボールがいろいろあって、うん、これはもう全ナイキですかですかね、うん、それもわお、その下も多分ボールが、まあ、あのツアー用のボールはもちろんなんですけど、うん、あの普通のアマチュア向けの2ピースボールとかそういうのもいろいろ、これはあ、これもナイキだ。あのエンジニアリングとしては、はい、ツアーモデル以外のそういう2ピースとかでは色をつけること一つにしても、はい、結構いろんなあの技術的なチャレンジがあるので、あの思い入れのあるというか、うーん、あとは何だろう、この古いけど、はい、あの黒いボール、はいはい、黒いボール、あのワンブラックっていうのを昔出したんですよ。うん、4年か5年ぐらいかな、はい、でワンブラックっていうのは商品名なんだけど、はい、あのブラックだから黒いボール作ってやろうと、はい、もちろんもうプロモーションとして、はい、でその頃の選手に、うん、あの年明け早々に、うん、それこそソニーオープン、はい、からフェニックスオープンとかで選手に使ってもらうっていうんで、はい、黒いボールをみんな持ち込んで、うん、でその当時は、はい、このボールと黒いボールと白いボールを同じラウンドで使えたんです、うん、あの白いボール使っておいて、はいはいはい、でフェニックスでは16番のパー3で、うん、あの黒いボールに切り替えてもらって、うんうんうん、でナイキの契約選手だけ16番に来た時に黒いボールをティアップして、うん、あそこ の, あのみんなのねすごいスタジアムで、はいはい、でみんながビール飲んでる中で黒いボールで、うん、そしたら最終日に、うん、KJ チョイと、はい、ローリー・サバティーニと、はい、ジャスティン・レナだったかな、確か、はい、3人がたまたま3人同じ組になってくれて、はいはい、で3人ともその黒いボールを使うことになってたん で、はい、みんな3人が黒いボールでティーアップしてでパースリー打ったってすごい盛り上がったっていう、まあ、ナイキの連中はものすごい盛り上がって、っていうような、でその最初はあの自分がこれ作るのね、はい、まあ、もちろんそんなに製法的には大変じゃないんだけど、一回その樹脂を、はい、あの射出性機器に入れちゃうと、その後黒いちょっとした黒いあのカスというかね、はい、あの樹脂の残りが、はい、あのそのシリンダーの中に残ってると、はい、白いボールを作り出した時にそれが黒いのがね、はい、入り込んでちゃう、すごい、まあ、製造の人にしてみればやりたくないことなんだろうけど、やりたくないことなんだけど、はいはい、それを作っていただいて、はい、そういうことになりましたね。この周りにプラスチックのなんかあれがついてるのは、これは、だから出来上がった時のやつですよね。そうですね、射出成形、あのナイキも、うん、ブリヂストンもそうだけど、うん、開けちゃいましょうか。ああ、すいません、すいません、します、じゃあこれは、ね、持ってますね。どうしましょう。あんまりこう細かく見せると、まあ、これは大丈夫かな、もう今は、うん、あのナキブランドなんですね、うん、これランナーっていうんですけど、射出成形から溶けたあのプラスチック、まあ、ウレタンだとか、まあ、サーリンとかそういう材料があると、まあ、これ実は4つとか8つ、うん、あのついてるんですけど、そこからバーッと回ってきてこの1つのティンプルに、まあ、ここからですね、ここから回ってきて、でこの両側からバーッと入ると、でこの最後に、まあ、ゲートっていうんだ、言うんだけど、そのゲートから金型の中にバーッと充填されて、で、まあかつて話題になったシームなんとかって、ここがまあシームラインの、あの金型のちょうど割り目になるんで、でこれを切断してその後こうグラインドして仕上げて、でこの上に、塗装をかけると、印刷、あのスタンプをして印刷をあのコーティングするっていうのが工程ですね。でその前には、まあ、例えばこれだと3ピースって言われるやつ、うん、コアをゴム
ゴム成形して、うん、その中に、ディンプのついてない一層を射出成形して、はい、で最後に、カバー材料を射出成形してっていうのがボールの作り方ですね。はい、なるほど、うん、ありがとうございます。まあ、もうちょっと、はい、こっちの方にそんな材料がどんな風に、うん、こうゴムがね、あのブタジエンラバーっていうのがあって、それにいろんな混ぜ物をして、光っちゃうからちょっと見せてもらっていいですか。まあ、この下側がね、そのゴム、もともとのブタディエンラバー、まあ、合成ゴムですね。ちょっとプニプニしてる、うん、これまだゴムって顆粒をしないと、あの、まあ、ゴムの中の分子を、これゴムです、ゴムの木から出てくる、これは合成ゴムなんで、あ、合成ゴム、化学反応で、まあ、石油から作るといったらちょっと雑把だけど、うん、で、それにいろんな混ぜ物をして、で華鏡のゴムの中のこう分子の材料の、なんかだんだん硬くなってる、だんだん硬くなってる、でこれがまあ、なんか混ぜた時の、うん、まだ柔らかいですね、はいはい、でそれをシート状にして、うん、まあ、シート状にするか筒状にして、うん、これを金型の中に入れて、で熱をかけると、うん、これで初めてあの反発が出るんですね。なるほど、なるほど、ここで初めてあのなんていうのかな、ボールの中のエンジンとして、でそれをグラインドしてカバーをかけた。これレジンで、こっちが、まあ、ナイキの時代にやったレジンっていうのは、うん、この中のエンジンになる部分を樹脂で作りましょうと、射出成形で、はい、でこの当時は、まあ、その外側にはまだゴムを使ったんですけど、うん、こういうボールで、まあ、コンセプトとしては、うん、自分はそのボールって、うん、70ミリオンだから7000万ダースとか年間作られてるんですよ。まあまあ普通にゲーム用でも、まあ、5000万ダースぐらい、それは全メーカー足して、全メーカー足して、でそれを例えばボールをつなげると地球の赤道一周分するぐらいの量が毎年作られて使われて、で残念ながら今きちっとしたリサイクル方法はないんで、多くのボールがどこかに、地球のどこかに消え去ってる、あるいは海の、海じゃない、湖とかね、池の中に入ってる。でリサイクル、また再利用できるようにっていうので、レジンっていうのは 100% 再利用できるんです。あ、そうなんですか。でゴムっていうのはこの状態からまあ回収して、はい、またこうグラインドしてカスにして 5% とか 3% とか 5% とか 8% ボールに戻すってことはできるんですけど、はい、まあ、もっとやってるところもあるけれども、はいはい、だけどあの 100% は、再活用できないっていうんで、リサイクルをなんとかしたいっていうコンセプトがスタート点で、がかつての、ね、あのレジンの最初のスタートでしたね。なるほど、うん、すごい興味ありまくり分野。あ、本当に、はい、ものづくりよね。でも本当ゴールドボールって最後仕上がるとこう、うん、白くて ね、うん、丸くてあのリンプがついてるだけだけど、実はかなり工数がかかってて、材料とかこれタイトリストの色じゃないですか。いやでも全部あの色は別に特許も何もないんで。ああ、これナイキのボールなんですか。全部ナイキのボールなんですね。ね、あ、タイトリスト、タイトリストでしたね。さすがだね、さすが、自分で分かんない。プロ B1 とプロ B1X、 そうそう、はい、これやったんで、これこっちがプロ B1 ですかね。ああ、分かった、これね、うん、10年間で各社いろいろどれだけ変わってるかっていうのを割ってみて比べたっていうやつですね。はいはい、これをなんかそれがさ一番最後のナイキの、うん、ああナイキなんですよね。ねえ、本当だ。これでも本当にあの実際にこう、うん、なんていうのか、この次の相当のね密着力、うん、はい、あ、なるほど、っていうのを高めると、はい、これはあのそこのその、バウンダリーっていうかその境界面でのエネルギーロスっていうのは結構あるので。うん、ものすごく大変形するんで、その各層の間での滑り、うん、あのエネルギー損失というのは本当にあるんで、そこをギザギザにしただけで噛み込みができて、でそれだけでもちろんあのこれも特許だったんですね、うん、材料自体のね、はい、あの収束性能とかもあるほど重要なんだけど、でもいろいろね小さなあの性能試すんです、改善をどんどん重ねていかなきゃいけないんで、
それはあのこれもあれだ、初期の初期だ、あのなんてイミテーションというかあの片っ端です、ね、うん、昔のボールのサンプルで本物ではないんだけれど、うん、けどあの昔は例えばアッタパーチャとかは1日に2個ぐらいしか作れなかったと。でそれを今はもう1日何千個のものも作れる。なるほど。そういう意味じゃボールっていうのがすごく大量製品の消費財になってしまったから、うん、あのこうキャラクターっていうかね、うん、あのボールのその特徴とかをなんか伝えにくくなってる。昔は、うん、まあ、こういう昔の本とかに、うん、持ってるんですけど、お、すごい、温めて形直したとかいう話、そういうのもあるし、はい、とか例えばね、こういうスタンプイングマシンというか、自分用にボールをあのいじった、ね、あとあったな。これ実はネタ本って言ったらあれだけど、自分がこういろいろ開発のねコンセプトを考えるときに、へえ、やっぱさっきのそうかな、まあ、昔のね、これね、これ、ね、これはあの、まあ、ディンプルがまだ開発されてなかった頃に、ボールを使って傷がついたら飛んだっていうのを、まあ、それこそ300年、400年前、はいはい、で、とある人はじゃあ意図的に最初に傷をつけようって言って、うん、まあ、かつておそらくスコットランドの人がウイスキーかなんかの見ながらゴルフの前の日にこうやってみよう、はい、やってみよう、でこうやって表面に傷つけて、でできるだけ飛ばそうとしたと。ただ耐久性もないし、あのボール自体も高かったし、コストも作れなかったっていう時代で、まあだからすごい、なんていうのかな、あのいろんな思いを込めて自分で自らね作り込んだボールっていう時代だったんでしょうね。なんかそれはそれで面白そうですけどね。なんかそういう楽しみ、なんかゴルフの楽しみって自分の道具を選べるから、でいろんなこんなボールこんなクラブを試してみたら、こんな風になった、でまた何か変える、ボールはそういう風に ならなくなっちゃった道具、ここまあ特に30年ぐらいでやっぱ大量生産できるようになってから変わってきちゃったんで、それはもったいないなっていう気がしますよ、ね。これかつては今は多分置いてあるんだけど、かつていろいろあの新商品 の、はい、あの参考になったんですか、コンセプトを考える時とか、はい、その今まで何が起きてきたのかとか考える時に、これ結構なんていうのかな、バイブルのように、使わせてもらいました。でもこんなマニアックな本がどうやって見つけたっていうか、あのポートランド、あのナイキの本社があったポートランドに住んでた頃に、とあるクラブのプロでアンティークゴルフグッズを集めている方がいて、で自分はその方を訪ねてその人 あのコレクションを見せてもらって、それいろいろアイデアをね、昔何が起きたかっていうのを知りたくて、そしたらその方が後日プレゼントしてくださって、でさらにそのお友達の方が、はい、ポートランドのものすごい、マンションというかコンドミニアムのペントハウスで2部屋しかない、ワンフロアに2部屋しかないんだけど1部屋がコレクション、うん、でその当時で、数億円のバリューあるっておっしゃって、ものすごい古い道具からあの、まあ、絵とか絵画とかもあって、そこでもいろんなこういう本物のね昔のコレクション、あの昔の道具を見せてもらいました、ね。まあ、そういうところに行っていろいろなんか、ね、考えるのが、うん、じゃあそれがもう数々のこのメジャーチャンピオンを生み出した、まあ、メジャー何勝ですか、メジャー25回ですかね、自分が携わったところではね、もちろんでもボールっていうのはあのもうさっき言ったみたいに大量生産だから、うん、あの自分一人で作れるものではなくて、材料屋さんもいればあの設備屋さんもいれば、いろんな方がね、生産だから自分一人でやったわけじゃないけれども、はい、たまたま自分はその選手と接する場面で選手のニーズを吸い上げてそれをデータ化する、はい、でそれを実際にどんなボールを作ったらいいかっていうところに設計に落とし込むみたいな作業で、そこはそこですごい楽しかったというか、いい経験をさせてもらいましたね。メジャー25勝の、ね、この一部がいくつかね飾られてありまして、一番上の右は何、これは誰ですか、それはスチュアート・シンクですね。あ、スチュアート・シンク、その横がローリーかな、はい、その左がローリー・マキロイ、ローリーですね、はい、
料理は他も確かどっかその左下の PGA も、ね、はい、あこれもあと左上はデュバル、デビッド・デュバルが、デュバルが、まあ今となっては唯一のメジャーですけど、2001年の全英オープンで、うん、この試合から、トアアキラシー DD っていうデュバル用に作ったボールを使って優勝したんですよ。どんなボールだったんですか、デュバルは。タイガーと違うの。タイガーのボールを最初使っていて、はい、でもデュバルの方はもうちょっとスピンが入る人だったから、はい、だからタイガーはもっとスピンの入るボールをスピンを落として使うっていうか、タイガーはすごかったのはやっぱりスピンを落とす技術、はい、ピッチングとかフルショットしても例えばまあかかってしまう人は当時のボールで1万回転以上ウェッジでかかっちゃってたけど、それを9000ぐらいに落とせる。そうするとこうグリーンのところでワンホップで止められる。でリバルももちろん技量はすごいけれども、どっちかというとフェードが強くてもうちょっとスピンが入っていて、で最初はタイガーのボールを使い始めたんですけど、もうちょっとチューニングしようということで、で忘れもしないのはコロニアル、テキサスのコロニアルで5月に、ほぼまあ最終バージョンができていて、はい、でタイガーその頃、トラキヨシ TW、はい、それから2種類、はい、で4番ホールがパッと出てて、4番ホールが200ヤードぐらいのパー3なんですけど、まあ、タイガーのホール、それでも3ヤードぐらいについてナイスショット、で次のプロトタイプ1は、本当にもう15センチぐらいでほぼホールイン1、はいはい、すごいなって話をしてたら、その日のボールがなんとホールイン1、はい、でその後まあ9ホールやったのテストしたんだけど、ゴルフホールやったけれども、はい、もうその段階ではマイボール、でそこですぐ作る、生産に入ろう、リバリオに、それで、出来上がって全英オープンで優勝っていうのが2001年。すごい、なんかでその後感動的なストーリーだね。はずなんだけど、2001年がワールドカップ、太平洋のデンバー、はいはい、2人で来た時ですよね。2人で組んだ時、はい、でその時に日本に来てて、はい、御殿場ベストに泊まっていて、彼は、はいはい、でそこで食事を招待してくれて、で食事してたらリバルが、お前のチームね、何人、何人周りのチームいる、はい、いや何人、6人だ7人だとか言ったら、はい、部屋まで一瞬戻って手袋をバーッと、はい、持って帰ってきてくれて、はいはい、でそれは一つなんだけど、はい、サインして全部に一つ一つ手を入れてサインして、はい、これお前のチームメンバーに渡してくれと、はい、でいただいたのがそのグローブですね。そうなんですね。それ以外は多分自分からくださいって言ったけど、はいはい、デュバルはそれがデュバルからくれたかな、デビットからくれました。今でもね、解説とかやってるけど、アウト、すごいナイスな。この一番上の写真は、一番上はスポーツイラストレーテッドですね。ええ、あ、スポーツイラストレーテッド。スポーツイラストレーテッドに、はいはい、特集された。タイガーが、まあ、2004年にタイガーってスランプと言われたんだけど、その年はまあずっとテストしてて、でその翌年2005年の例のマスターズでの優勝。はいはい。ナイキのボールが、そうですね、16番のトンになったやつ。でその時の、まあ、その下にそのマス、そのマスターズのフラッグがその16、はい、バンのことが書いてたんですよ、実はそこには。あーあ、トゥーロック。ナイスコールオン16。実は自分は2004年の経緯だったんで、2005年のマスターズ最初のメジャーは、うんうん、通常メジャーとか行っても水曜日で帰ってくるんですけど、はい、その時は日曜日で残らせてもらって、ずっと応援してて。でずっと応援してて、16番、クリス・ディマルコと競ってて。はい、でここでボギー打ったら大変だなっていうようなところで、うん、16番ね、奥にこぼして、うん、で、タイガーのエージェント、うん、マイクさん、マックス・サンバーグとかつての奥さんと3人で並んで見てて、はい、自分がマークに、これ入る、はい、入ると思う、はい、って言ったんですか、メイク、はい、って言って、はい、そのまあ30秒ぐらいに入ってものすごい盛り上がって、でそのマークがその話をタイガーに伝えてくれて、はい、1週間後ぐらいに電話かかって、はいはい、おで今度来るときはフラッグ持ってこい、サインするよって話、あだからナイスコールと、オン16、もう予言をちゃんとロックはしてくれたと。そうそうです、けーすごいな。だからもう自分もやっぱり2005年のマスターだと、そういう意味では、はい、非常に。これなんて書いたんですか。You are friend って書いた。あーなるほど、
ゾクゾクしますね。あのね年はで、その直前にはトレバー・イメルマンっていう選手が16番でホールインワンをしてて、それもナイキのボールを使い始めてすぐぐらい でそこで大騒ぎして、その2組ぐらい後にタイガーが来て、そしたらあの例の16番のチップインだったんで、ナイキのね数種が一瞬止まって、これがタイガーです、ね、あれはもうすもうねえ、もうあれはもう鳥肌でしたよ、本当にジャンプして喜ぶぐらい。でマークがもうその後、はい、最初はヒヤッとした顔で、はい、何言ってんだお前っていう顔で見つけられたけど、はい、実際入ったらもうバーンともうジェストパンチされて、はい、翌日青ざかりものすごい勢いでハグして、ね、まあ、エリンちゃんかつての奥さんとビッグハグで、はいはい、そしたら17番でタイガーを思いっきり右に吹かして、はい、その時見たのはあのスティービーかつてのキャディーが、うん、補足がないわけですよ、あんなもう15番のあできない右の方行っちゃってるから、はい、であのクリス・ディマークも打ち終わったら、はい、一気にもうダッシュ、もうダッシュ、はい、スティービーがダッシュして、はい、そこから実際にバックを置いて、はい、グリーンまで補足しましたね、はいはい、ああなるほど、ああいうの見た時はね、もうそれはまたそれで、はいはい、すごい鳥肌、なるほど、やっぱプロだなっていう、なるほど、でそこからのところ出したんだけどグリーン前の手前で、うん、自分のボールマークに戻ってきて入っちゃったんです。で17番ボギー打って、うん、はいはい、でそのまままたプレーオフ入って、プレーオフで勝ったからこのフラッグがもらえてるわけだ、なるほど、ね、すごい年でしたね、天候もで、上はそれはコマーシャルですね、あのナイキワンっていう、ここにロックさんがここにいらっしゃるっていうね、いうのブランドになったっていう、アメリカで、はい、ではテレビコマーシャルもたくさん流してたので、うん、あの中継を見てるとボールを作ってるっていうか、なんかラボでね仕事してる姿と、はい、タイガーがテストしてる姿とかが出てくるコマーシャルがいて、タイガーウッズが他の人と出たのはこれ初めてっていうやつですよね、というふうに言われて名前を持ってる人がね出たですよね、まあ、それだけのやっぱり、いや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 、すごい、まあナイキが一生懸命ボールを宣伝するっていうのに、ああ使っていただけたということで、ど真ん中にいらっしゃったっていうことですからね、あとはまあでもあの、うん、それかな、トリーパインズもね、そこはあのタイガーが怪我したけど、はいはいはい、翌日のね18ホールで勝ち進んだ、その後、はい、膝の手術したってやつの、そこも最後18番で上から、で実はないのが2000年のペブルビーチのタイガーの優勝がないんですよ、はい、あこれがもうナイキのボールを使い始めて最初の、うん、優勝で、そこからメジャー4連勝グランドスラム、まあ、タイガースラム、いつか、はい、あのそうですね、もらわなきゃなと思ってんですけど、なるほど、いや鳥肌、あとそうそう、はい、プライスさんのこの間送ってもらった、ニック・プライスさんがね、はい、めちゃくちゃいい人だもんね、プライスさん、ロックさんね、はい、何ですか、Thank you for、 はい、何ですかこれ、 You are help、 Thank you for all your help and、 なんだろう、何て書いてますか、 Advice duringYears. And years of friendship ですね、うん、まあ、これは PGA チャンプ、まあ2000、あ違う違う違う、90何ですか、これ94年かな、94年で、自分がブリヂストンの PGA チャンピオンシップ、まあ、アメリカにこう赴任して、はいはい、一番最初にボールの開発というか選手のニーズを聞きながら、うんうん、その当時はプリセプト、はい、392エクストラスパイ、はいはい、392ってやつですけど、それをあの作り上げるのに、はい、その頃レイクノナ、レイクノナ、はい、アイルワースト、レイクノナの、うん、でそこでタビストックカップをやるとこですね、はい、そこであのテストを重ねて、うーん、今はあのウェストパンドビーチの方に落としたんで、メダリストですね、メダリストはその上の、はいはい、自分のコースをもうほぼプレイしてないんで、今でもあのいろいろと交流があるんで、いい人ですよね、いや最高です、もう一回お食事させてもらったけど、すっごいいい人だった、ね、アイスがいいですよ、これがあれですか、コンプレッション系、コンプレッションゲージですね、あのアッティゲージとか PGA コンプレッションっていう呼び方をするんだけど、まあ、ゴルフボール用に作られた、はい、でもう今各メーカーはこんなの使ってないんですけど、はい、でも特許では
これを使って計測してたりとか、ここにボールを挟んで、そうですね、あるあの規定の重量をかけて、はい、その時にどれぐらいたわむかっていう。へえ、これ手動でやるんですか？あのこれの場合は、ただもちろんあのメーカーはあのこれと似たような装置を作って、でこれの場合は例えば、うん、ここに入れて、まあ、この距離が決まってるんですけど、うん、はい、でこう舵をかけ始めた時に、はい、最初からもそのこの距離が起点になってる、ゼロ点になってるんで、はい、ボールの外径がちっちゃかったり大きかったりすると数値がばらつくっていうか、あ、なるほど、違う数値が出る。なので今こういう方法でやってるのは、最初初期荷重をかけて、で初期荷重からある決まった荷重までの、うん、たわみ量を測る。なるほど。で、まあ、外径の誤差、外径による違いをキャンセルする。なるほど。っていうような測定ですね。これも使われてた、ね。それはなんかこうディンプルとか、はい、その例えば他社のものが出てきた時に、シームラインとかね、ゲートのデザインとか、そういうのを見るときにそれを見たり、あとはまあこれ、ボールバレーですね。パイプカットでね、はいはい、パンと割ってね。はい。うん、いや、まあ今ね、いろんな雑誌の方とかも皆さんやってるからあれだけど、うん、そうですね。でそれで芯ずれしてるとかカバーがずれてるとか、はあ、まあ、それも同じですね、あのマグニファイアで見て、はあ、あとはまあこれはあの、ああ見たことある、カバーの、ね、カバーの硬さをあの高度を測る、はい、でもちろんあの、うんうん、これね、小さい針がここにあって、うんうん、これをまあ刺してボールの表面に刺して、うんうん、ただボールの上で測ってしまうと下の材料とか、うん、あとそのボールの底の測った部分の厚みとかが影響するんで、うん、本来はあのシート状にしたテスト辺であの測るのが本来なんですけど、まあボールが出てきた時とかはそれで簡易的に測る。まあ、それはまた重量ですね。重量ですね。これも重要？これまあまあ持ち運び、あのかつては出張ばっかだったんで、これがあの、うん、小さい、意外にね、意外に精度いいんですよ、これ。これだけでも、うん、電池がもうないかな。ですか。これで、あのただただ重量測るだけ。あ、重さを。へえ。あ、本当だ。ええ。で、ボールを、ボール、その辺のボールをこう。うん、大体何グラムなんですか？40、なんだっけ、6.8 でしたっけ、ちょっと待って、あちょっと待って、そういうのすぐに 1.62 オンスですね。1.62 オンスのグラムにはちょっと情けないですね。こういうのがすぐ出てこないってのはもう本当引退した。45.9 グラムだから、これ全然重いじゃないですか。45.9 グラム。これはとある人にちょっと前に、うんうん、あのなんか重いその人が重いのはルール違反です。重いと飛んじゃう。45点だから45.93 グラムでした。重いと飛んじゃうんですか。はい、そう、重いのはルール違反です。45.9 グラムで、あの製造誤差があるからみんな 45.56 ぐらいで作ってて、はいはい、できるだけ重くしたいわけですよ。でも会社によってメーカーによっては 45.34 ぐらいの軽いボールを作っちゃってるとか、はい、そうするとあの、まあ、顕著に飛ばなくなりますよね。外径も、うん、外径もあの 1.68 インチ、うん、42.63 でしたっけ、そ の, あのその大きさ以上の、うん、それもちゃんと計算、ね、アメリカの会社はね、それもね、はい、まだインチとかでやってるんですよ。あ、それはなんか取られると恥ずかしい。そのままやって何年もやってたのに 42.67 42.67 ミリよりも大きくなきゃいけない。でちっちゃいのは飛ぶ、うん、重いのも飛ぶ。なるほど。だから今ニクラウスとかが言ってるのはコースをその長くするんじゃなくてボールを軽くした方がいいって言ってますよね、まあ、昔のねケーマンのね、はい、ケーマンはちょっと飛ばなすぎだとは思うけど、あのボールを飛ばさないようにする。ただこれはすごく難しい問題ではないかなと。ですね、実を言うとあんまり言ってはいけないのかもしれない、言ってはいけないんだけど、 USGA の、はい、あのコンサルタ、テクニカルコンサルトでやっていて、はい、いろんなあの意見を述べさせてもらってるんですけど。あ、そうなんですね。それでプライスさんと一緒に、プライスさんも USGA の、 あのアドバイザリーで、で、
ただ飛びすぎてるのは本当に一部なあのゴルファー人口の 1% の人が飛びすぎてる、はいはいはい、でもその人たちによって昔の素晴らしいコースとか、はいはい、あるいは新しいコースを作るときに7000、はいはい、今だったら7800ヤードかな、はいはい、を作らなきゃいけない、そうすると土地も必要だし、うんうん、っていうのからすると難しい。ただね、あの高齢化が進んできてね、ヘッドスピード落ちてきてる人が飛ばない、はいはい、毎年飛ばなくなってくる。だからアマチュアにより厳しいっていうか、プロとの差がどんどんついちゃいますよね。なんでプロには飛ばないように、アマチュアには飛ぶようにっていう、あ、ね、方向に行きたいですよね。なるほどですね。だからタイガーとかニクラウスが、ね、もうちょっとボールを軽くして飛ばなくしないと、そんな世界に土地はないよって言ってますよね。ただ、例えば重量とか、はい、外径はそれと同じ、落ちた分はそのまんまこうリニアに、あの同じように低ヘッドスピードの人にも、うん、デメリットになる、飛ばなくなるんで、うんうん、だから高ヘッドスピードの人には飛ばない、うん、低ヘッドスピードの人はできるだけ飛ぶ、うん、あるいは飛びが、飛び量が減らない、うん、少ない、うん、っていう方向でやるべきですよね。いや、そういう方向にね。なるほど。そうするとでもなんか日本人のゴルファーにもチャンスが出るのかななんて思うんですよね。そのあとはまあコースの設定とかあのツアーの例えばトーリーパンチとかもそうだけど、やっぱりツアーのコースってすごく転がってるんで、うん、だから普通 の我々がやるようなコースよりも全然転がりますよね、うん、でそれでまあ確かに彼らのヘッドスピードボールスピードものすごいけれども、うん、今なんかね180マイルっていうのはもう全然当たり前に出てるんで、ですけどコンディションもいいから転がってるっていうのもありますよね。うん、まあスリーとかしてますよね。まあ飛んでますね。あ、本当に飛んでる。そうですか。そういう R&A のお仕事もやられて、USGA のお仕事もやられて、それはまあ仕事っていうわけじゃなくて、まあ、アドバイザーメンバーに入ってるということで、ボードメンバーに入ってる。いやそこまで、ね、あのテクニカルコンサルタント、アドバイス、何かテクニカルなボールのいろんな技術的なこととかを聞かれたときにお答えしていると、あるいはそのディスカッションの場に出させてもらっているというぐらいで、あ、なるほど、内容は言えないです。そうです。そうですか。いやー、ということで本当にあれですね、感動的な秘話をね、まあ、聞かせていただいて、自分がやってきたことがね、少しこういうあれで記憶に残ると嬉しい。自分自身の自己満足。はい、はい、じゃあここで、はい、メジャーミシェルイですね。ミシェルイは、ミシェルイね、あの14歳の時に彼女が初めて、うん、あの氷名で、うん、テストに行ったのが初めて で、はい、でそこからずっとプロになってから、はい、お父さんとお母さんとほぼ同じような年代なんで、はい、今でもね、また今年あの戻ってくる予定なんで期待だけど、はい、まあね、すごかったですよね。お子さんも生まれて、ねえ、ねえ、はい、ということで、じゃあ、まあ、メジャー26勝を、25勝、はい、25勝するまでのこう秘話がね、まあ、こんなところからこう始まったりとかして、はい、このボールの、まあ、たかがゴルフボールだけど、まあ、ゴルフボールのことを考えてる人も世の中にはまあまあいると、はい、その中の一人だったってことですね。もうタイガーからのもうトゥーロックというね、このメッセージが来たまでの日は本当にもう鳥肌もんでしたが、はい、もう今日はすいません、突撃をお許しいただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、またぜひちょっとコロナ明けたらまた日本で、はい、日本で、新橋で、また新橋でもぜひぜひお願いします。こちらこそ、お願いします。よろしくお願いします。